山形県立鶴岡中央高等学校は、山形県鶴岡市大宝寺あざに本国にある県立高等学校。1998年、鶴岡西高校と鶴岡家政高校を統合し、総合学科を主体とする新たな高校として設置された。全日制の家庭の普通科と総合学科を有し、学年あたり各科4クラスずつの体制である。また、 同市厚見編部地にある山形県立鶴岡中央高等学校厚見校が分校となっている。鶴岡市中心部の北東寄りに位置し、最寄り駅の鶴岡駅より徒歩10分。省内地方では2校だけの総合学科を有する高校として幅広い教育を行っており、特に2学期制の採用や普通科を含めた単位制の実施という特色がある。校内には、弓道場。 テニスコートがあり、体育館は2階建てになっており、1階はピロティと剣道場、卓球場と柔道場がある。総合学科での3年間の集大成である課題研究発表会は、開校から平成19年までは、本校の体育館で開催していたが、10周年という、節目の年に、鶴岡市役所の隣の鶴岡市文化会館で開催されている。 開催時期は12月下旬で半日である。選ばれた生徒のみ、隣接する慶応義塾大学先端生命科学研究所の研究助手になれる交流プログラムが例年開催されている。卒業生の中には生命科学の研究をしてみたいと思い、助手の実績を認められて、慶応入試を通じて慶応義塾大学に合格した生徒も存在する。 運動系文化系鶴岡犬産業と犬関連工場に見る歴史的風痴。ありがとうございます。